スノーピークストアでリアルアバター用にかねてから欲しかった焚き火ベストを手に入れたぞ。収録の仕事で使えそうなやつだもんね。実用が楽しみだ。で、トカちゃんあと1日滞在するけど何すんだ。そうですね、実は何も決めておりませんので、どこか1箇所だけランダムワークになりそうなところへ行ってみましょう。俺らの遠征って毎回そんなもんだよな。まずは宿泊地の近くまで行くのも含めて帯広の市街地まで向かいます。オッケー、ありました。ここから観光紹介にできそうなスポットは十勝ヶ丘公園と呼ばれる場所です。大きな花時計があるとのことですよ。ほー、ここであればバーチャル YouTuber による観光紹介動画のコードレントとして扱うことができるかもしれません。現地へ向かってみましょう。まっけ、でもその前に第一で補給な。到着いたしました。こちらが十勝ヶ丘公園となります。てか風強くね。確かに風は強いですが収録には問題ありません。それではここから先は毎度の通り超アドリブ北海道でお送りいたします。ああ、やっぱそうなのね。いや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 、風が強いんだが、しかもさ、まあ風も強いのもあるしな、この公園誰もいねえんだけど、子供ぐらい遊んでくれや。誰もいねえじゃねえか。まあ、とりあえず、公園の看板のところを、ね、案内図をちょっとね、先に見ておかないと、どうにもならんので、見ていきましょう。雑っ！いや、まあ、そんな紹介するようなものもないっていうことなんだろうけど、まあ、とりあえず、道なりに進んでいけってことなのかな。案内図が雑。まあとりあえずね、道なりに進んでいくと、あれなんだ、あれは足湯か。足湯？モール温泉、モール泉なんだ。あれか、あれが花時計ってやつだな。なんか、道なりに歩いていくのがめんどくさいんだが。なんかね、いろいろ書いてあるっちゃ書いてあるんだけど、なんか読んどくのめんどくせえから、もうそのまま突きっちまえ。いやー、風強い。それにしても。もうね、周りの音が聞こ、マイクの音がね、聞こえなくなるぐらいね、風が強いんだわ。さあ、到着しました。こちらが花時計。ああ、枯れてますね。まだ植えてませんね。どうすんだよ、これ。どうすんだよ。花すらねえじゃねえか。花時計じゃねえじゃん。ただの時計だよ。まあ、もうこうなった以上は、まあでも一応でかい時計だからね、秒針が結構早く動いてるように見えるんですよ。これはなんかちょっとね、こういうでかい時計って目の前で見ることないから、うん。ちょっと珍しいですね。感想が、それぐらいしか出てこねえんだが。もうね、見るもんもないし、イングレスにちょっとポータル見つけて、ね、漁ってみよう。ちょうど3箇所ぐらいあるわ。うん。風強っ。
こえねえわ。風強すぎんだよ。いや、びっくりした。ああ。あ、まあ、あれですね。12時の時報ってやつですね。ああ、びっくりした。いきなりなるんだもん。やめてくれよ。で、散々だったんだか？そもそも、まだ4月の中旬なので、想定通りでしたね。ああ、まあ、それはそうなるわな。で、この後のホテルシーンどうすんの？客の都合上、残念ですが、大幅カットいたします。最後はホテルのレステルシーンでお別れいたしましょう。雑っ。